大雨によって、こんなことになられた方々のご冥福をお祈りし、そしてご遺族の皆様に対して、これから哀悼の意を表します。そして全ての被災者の皆様にお見舞いを申し上げます。発災直後から自衛隊、警察、消防、そして海上保安庁の皆さんが二次災害の危険を顧み、昼夜にわたって災害応急対策に全力を尽くしてまいりました。現在も1万人を超える体制で懸命に捜索活動を行っておりますが、安否不明の方がまだ多数おられます。無事を祈るご家族の皆様の気持ちを胸に、救命救助捜索活動に全力で取り組んでまいります。避難所におきまして、被災者の方から不安の気持ちや、そしてまた大変なご苦労について直接お話を伺いました。現場が全てです。政府一貫として現場主義を徹底しています。避難所の冷房設備の設置、また住まいの確保、そして復旧復興を阻んでいる流木の撤去と、被災地そして被災者の方々のニーズに沿った生活支援に全力を尽くしてまいりました。そして一日も早く安心して暮らせる生活を取り戻すために全力を傾けて復旧復興に取り組んでまいります。橋やそして道路、大切な住まいが流され、そしてたくさんの流木が堆積をしている状況を目の当たりにいたしました。被害の甚大さをこの目で確認をいたしました。地震災害指定を一刻も早く行いたいと考えています。そのために国、自治体が一緒になって最短で作業を進めていく考えであります。合わせて国税の繰り上げ交付を明日決定いたします。いずれにせよ、自治体が財政面で安心して躊躇なく復旧復興に取り組むことができるように、政府として全力で支えてまいります。